皆さんこんにちは。広島県出身、宮春こと宮川遥です。さあ今日は兵庫県川西市山下駅前にやってまいりました。住めま琵琶湖初の兵庫県です。まあ、今兵庫県民なのでやっと来たか兵庫県と嬉しい気持ちです。まあ、この川西どんな街なのか、そしてどんなお店が立ち並んでいるのか、そしてどんな物件なのか楽しみにしながら巡っていきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。ということで今回宮春がやってきたのは今年市政70周年を迎える兵庫県川西市。清和源氏発祥の地として多くの観光客が訪れる歴史ある町。今日はこの町を探索します。おお、めっちゃおしゃれだ。ありがとうございます。万人受けはしない、こだわりがたくさん詰まった男前ハウスに。前だ思ったより前だった駅近で通いやすいテニス教室に潜入住みたくなる街を徹底調査、住めば都始まります。テニス、おお、もう駅から目と鼻の先に何テニスラウンジ川西ですって。テニスできるんですかね。ちょっとこれ見てほしいんですけど、見て、テニスってすごい。当社調べでダブルチーズバーガーがおよそ575キロカロリーで90分テニスしたらこれ分消費できるよと。さすがにロケで90分は無理かなちょっと体験できるかもしれないので行ってみましょうか。最初に宮春が気になったのは能勢電鉄山下駅から徒歩3分のテニスラウンジ川西。このテニスラウンジの文字に惹かれてちょっと入ってきたんですけど、はい、ありがとうございます。ここって初めてでもテニスの体験とかできますか。はい、もちろんです。はい、体験していただきます。じゃあいいですか、私もやってぜひ。あ、お願いします。よろしくお願いします。テニスできる。こちらの室内コートで早速体験レッスンを受けます。じゃあ、早速、はい、ボール1個持っていただいて、はい、でまずは植え付けからやっていきます。植え付け、ラケットを上に向けていただいて、はい、で上げて落として上げて落とす、はいはいはい、これをまずやってみましょう。落として上げて落として上げて、お、うまいですね、うまいですね。しっかり練習を行い、いざネットを挟んでのラリーへ。今日は10回打ち返すことが目標です。では行きます。どこに来るの、はい、OK です。3回 OK です。6回前です、前です、前です。思ったより前だったナイスラリーです。10回難しいんだ。10回難しいです。初挑戦のテニスに苦戦する宮春ですが、その後は順調に進み、ついに9回目あ、これいったらクリアですはい、 OK です。できました。10回、うわ、10回ラリーでこんなに大変だとはレッスンを終えたところでお話を伺っていきます。ここのテニスクラブ、はい、はい、結構こういろんな方が来られるって聞いたんですけど。そうですね、はい、下は年中さんから。え、年中さんから。はい、年中さんから。上は80歳の方までが、幅広い方が通われてるスクールになるんで。で今ちょうど山下駅からとことこと歩いてきたんですけど、はい、なんかこの辺ってどんな街かなっていうのをコーチにも聞きたくて、はい、もう自然が多くて、はい、まあ、空気が美味しいところだなっていうのを感じます、はい、ありがとうございます、はい、テニスもめちゃくちゃ楽しかったです。よかったです。ちょっとこれを機に始めよっかなわかんないけど家族みんなでテニスを楽しむことができるテニスラウンジ川西、体験レッスンは随時受付中です。
ワンちゃんいます。ヤッホー、こんにちは。おい、多分挨拶してくれました。元気な声で、めちゃ吠えてる。怒られたかな。あ、もう一匹いる。あ、おうおうおお、もう一匹いる。ヤッホー。で、このバッグにカフェって書いてるんで、ちょっと入ってみましょうか。え、ここのワンちゃんかな。続いてやってきたのは山下駅から一駅、畝の駅近くで見つけたカフェスリールビー。お邪魔します。うわー、あら、おしゃれな。いえいえ、いいですね。え、かわいい。ちょっとご飯食べたいなと思ってやってきました。いいですか。はい、どうぞ。失礼します。今回は店長さんおすすめのランチセットをいただくことに。では早速いただいてもいい、はい、ありがとうございます、はい、いただきます。チキン美味しそう。わ、すごい肉厚だ。うわ、美味しそう。いただきます。うん、柔らかっ。もう口入れた瞬間からお肉のちょっとこう皮目のパリッとした感じとニンニクの風味がふわっと広がって、すごいもう一気に口の中今チキンで幸せで。でちょっとこうお店の話とかも伺いたいなと思って、はいはいはい、私入ってくる時に店名、お店の名前の読み方、はいはい、合ってるかなって、発音合ってるかななんて思ったんですが、はい、フランス語なんですけどね。どういう意味なんですか。この辺り結構一人暮らしの方が多いんですよ、はい、その人たちがこう集まれる場所を作りたいということで、微笑みを持ちながらこう微笑みのある生活って意味合いで名前を付けさせてもらいました。素敵、はい、いえいえ、うちの平均滞在時間は2時間半。あ、長い。この辺りこう、ね、実際住まれて、はいはい、でお店とかもやられてて、はいはい、どんな街かなっていうのを伺いたくて。自然がいっぱいなところはセールスポイントっていうのかなですね。はい、こんないいところ、住みやすいところだと思いますけどね。一番いい、住みやすいが一番いいです。はい、でこれだけね、美味しいご飯も食べられますし。いえいえ、ありがとうございます。ね、ちょっとまたじっくり、はい、ゆっくりいただきます。はいはい、2時間半痛い気持ちもあります。食事をしながらゆっくりくつろげるカフェスリールビ、畝の駅にお越しの際はぜひ。なんか気になる看板が結構目立ちますね。エンジ色の看板が目立つんですが、お菓子屋さんかな。こっち来ると住宅街になってきたんですが、ちょっとここ入ってみましょうか。食後の甘いおやつを探してやってきたのはハリー洋菓子クラブグッドクラップ。こんにちは、お邪魔します。どうもいらっしゃいませ。あら、美味しそうなケーキが並んでますね。ありがとうございます。なんかちょっとおすすめをいただきたいなと思うんですが、ちょっとこれはもうまあ、自家製でね作ってるところってなかなかないと思うんですけども、はい、もしかしてこれ、はい、あ、そう、なんか見たことない。はい、このトローネ、石垣トローネっていう名前でやってるんですけども、まあ、実際にイタリアのお菓子でトローネっていうんですけども、まあ、いわゆるヌガーっていうやつですね。はい、キャラメルと、まあ、ハードキャンディの中間ぐらいの感じと思っていただければ、はい、川西市にある獅子山の城の石垣をイメージして作られたトローネ。いただきます。はい、どうぞ。はい、本当だ、ちょっと最初ちょっと硬いと思います。石垣っぽい。そうです、はい、ナッツがね。そうですね、ナッツもびっしり使ってます。いただきます。はい、どうぞ。はい、で、しばらくしたら噛める硬さになってきますんで、ちょっと最初硬いです。硬い、はい、はい、うん、めっちゃナッツが香ばしい。あ、ありがとうございます。おいしい。はい、でもこれね、冷蔵庫にさえ入れといていただければもう賞味1年ぐらい保存可能です。うそ。まあ、1年いけるんですか。腐ることはないんで。あ、まあ、そうか、はい、で、あとはせっかくあったかいとこ置いとくとねちゃっとなって食感が変わっちゃうので、それだけは注意していただくという形ですね。だから基本冷蔵庫で保存していただくという形になってます。はい、ちょっとその口に入れた瞬間と、はい、この食べて食感がまた変わってくるのが面白いですね。そうですね、
こう27年お店、8年か28年お店やられてて、はい、でまあこう生活されてて、はい、どんな町ですかこの辺りは。うん、まあやっぱりそうですね、比較的ちょっと静かというか環境としてはね、子供さん育てるのがすごいいい環境だろうなとは思いますね。自然もまだたくさんありますし、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。ぜひ、はい、みんな食べてくださいこれ、皆さん食べて、美味しかったです、はい、ありがとうございます。宇根野駅近くのハリー洋菓子クラブグッドクラップ、おすすめはここでしか買えない石垣トローネです。おお、めっちゃおしゃれだ。ありがとうございます。この後こだわりがたくさん詰まった男前ハウスを見学。さあ物件が見えてきました。これじゃないかな、おしゃれなシンプルな外観だ。あ、待ってくださってます。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。宮春と申します。吉永建設代表の正門と申します。よろしくお願いします。社長、はい、社長ですか。はい、一応、はい、今日社長自ら案内していただけるんですか。はい、よろしくお願いします。今日ご紹介いただく物件はどんな物件なんですか。はい、うん、私が企画した、はい、男前ハウスっていうそういう家です。こだわりたっぷりで、うん、はい、そういったところもぜひ教えてください。はい、ぜひ見てください。やってきたのは野瀬電鉄鼓ヶ滝駅からすぐのモデルハウス。では早速中を拝見しましょう。お邪魔します。はい、どうぞ。おー、めっちゃおしゃれだ。ありがとうございます。なんか動物が出迎えてくれてるんですけど、まあ、そうですね、はい、はい、まあ、ちょっと冒険っていうのも兼ねてあって、はい、はい、面白いな、はい、入った時の3秒ぐらいが重要かなと思ってですね。うわ、すごい、はい、この玄関をちょっとゴージャスにしてるってところはあります。うん、さあまず入ってすぐ左手が、うん、はい、まあ、一つお部屋が。そうですね。あ、広い、はい、子供部屋みたいな感じでも。そうですね、まあ、子供部屋でも主寝室でもどっちでもいいんですけども、うんうん、はい、青を基調とした一応ちょっと海の中みたいなっていうところをイメージして作ってます。やっぱりそういう個室とかって明るさよりも、そのなんていうんですかね、リラックス感っていうんですか、うん、そういうのも重要だなと思ってまして。こんなに内装もこだわりたっぷりで、うん、はい、じゃあ奥行きましょうか。このままちょっと玄関の入って先の方、はい、でこちらがシューズクローク、はいはい、シューズクロークですね。ある程度の靴は置けますし、あと下開けてるのはキャンプ道具とか、あとはなんていうんですか、ベビーカーとか、はい、まあ、そういうのも置けたりするんで、はいはい、入って右奥には洗面室、脱衣所、浴室があります。もちろんこちらのスペースにもこだわりが。ここが分けれるようになってまして。そうなんです、はい、やっぱり誰かがお風呂入ってる時に洗面使えないっていうのが、それもちょっとコスパ悪いなと。そうかそうか。だからここだけじゃなくって、はい、こっちも。そうです、そうです。閉められるように、うん、そうです、そうです。うん、お風呂入る人はここで閉じて、でお風呂入ってる時に気を使って、なんか手洗ったりとかいろいろしたいなって言った時でも、ここで独立できるように、あえて脱衣室っていうのをこうやって分けて入れるようにしてます。あ、言われたら分かる。確かに便利だ。続いてはこちらのモデルハウス最大のこだわりが詰まった2階へ。おお、あ、おしゃれだ。入ってきて、はい、階段のすぐもう目の前に、うん、キッチン、うん、それこそこうドアとかもなく、そうですね、すぐキッチン、はい、まあ、これが一番の見せ場やと思ってまして、ここアイランドキッチンがあって、はい、家族全員が見渡せますし、キッチンに立った人が主役となるような、うわ、はい、そういう家を設計してます。ここがもうステージですね。そうですね、はい、ダイニングは料理、食事、片付けの移動を最小限にできる位置に。で、私気になったのは、そして宮春が気になったのは、何っていうか秘密基地みたいなのがあるんですけど、はい、それ中3階っていうかな、はい、孤立したいなという時の場所を作りました。お子さんもそうですし、最近やったらそのリモートワークとか在宅ワークとかでもちょっと離れたい、はい、勉強したいとか仕事したいという時の、まあ、そういうスペースとしてこういうのを使ってます。そうかそうか、子供の遊び場だけじゃなくて、うん、
大人もそういった仕事とかで使えるんですね、うん、はい、そうですね。スキップフロアの下には広々とした収納スペースも。でこちら奥に行くと、うん、ちょっと階段が下がって、そうメインのリビング、うん、そうなんです、これ一段ちょっと下がってて、うん、で上が吹き抜けになってるんで、うん、なんかやっぱさっきのそのところがちょっと天井低めかなって、そうですね、ちょっと天井低めに作ってます、思ってたんですけど、はい、その分こっちがすんごい高く開放感があります、はい、ここをすごい高く感じてもらうためにさっきのところはちょっと天井普通よりかは低めに設定してます。で、うん、大きい窓がついてるんで、うん、そうですね、明るさもすごく感じますね、うん、そうですね、やっぱりあの開放感があった方がいいと思うので、うん、そういうあの工夫はしてます。また2階から3階に上がる階段には最高階段を採用、2階の大きな窓からの光を1階に落とせるような設計になっています。3階には 5.2 畳の洋室、そしてあ、待って、ここにも部屋なのか、そうあるんですよ、はい、部屋と呼ぶべきなのか、まあまあ、空間があのフリースペースですね、うーん、はい、うん、でこの2階から3階上がってきて、うんうんうん、ベランダがないなと思って、あ、そうですね、はい、ないですよね、ないです、ないです、どっかに隠し扉あるとかじゃないですよね、違いますね、はい、あのベランダないんですよ、なんでこのモデルハウスは、なんでベランダないんですか、ですね、私の企画するあのモデルハウスほぼほぼ全てあのベランダないんですけど、はい、なんでかって言ったらベランダっていりますかっていうふうに思うんですベランダってその洗濯物を干すだけのためだけに、はい、まあ、作ってるというか、まあ、あるのが普通だよねって言って何も考えずにベランダを作ってる人いるんですけど、うん、ベランダって雨漏りの元なんですね。え、そうなんですか。そうなんです、あのメンテナンスをしなかったら10年15年ぐらいでそこからあの雨があの、まあ、持ってくるというふうに言われてまして、そんな場所いりますかっていうのが私 のモデルハウスで伝えたいこと、はい、いやそうだよな、ベランダ言われてみれば、うん、もしかしたら必要ない方も多いかもしれない、うんうん、だから弊社で建てていただくお客様もあのその話をしたら、5割から6割ぐらいはあのベランダがない家があのできていってます。半分以上、半分以上ですね、もう皆さん、はい、ベランダいいやって。そうです、今こう中見させていただいてもう本当にワクワクするポイントがたくさんあったんですけど、うん、実際こう吉永建設さんで建てようと思った時に、うん、はいはい、ここがいいぞっていうところがあれば教えてください、はい、もうめちゃくちゃ言いたくてしゃなかったなんだなんだあのですね、うん、私この業界入ってあの11年ぐらい経つんですけど、11年、はい、あのあまりにも不誠実な不動産会社が多いと思ってて、建築会社と、そうなんですか、はい、それは何かって言ったら、うん、人生で一番高い買い物にもかかわらず、うん、打って終わりっていうのがなんか違うなと思ってまして、うん、うちの会社ではまあ、引き渡してからそこからすごい長いお付き合いをさせていただこうと思ってまして、まあ、それが一貫したところにもあるんですけども、仕入れから開発、広報営業で設計で現場監督メンテナンスリフォームで相続、うん、この全てを自社スタッフでやるというのがめちゃくちゃ重要だと思ってるんです。ほう、はい、さらに契約の際には社長自らがお客様をご案内、そして売上の一部は川西市の教育機関に寄付するなど地域に密着した活動も行っています。みんなが一生懸命あのお客さんと向き合ってるというところが一番の特徴というかあのおすすめというか差別化できているポイントじゃないかなと、はい、思ってます、うん、めちゃめちゃいいです。ありがとうございますここまで番組をご覧になってこんなお家を建てたいと思った方に朗報です。現在吉永建設では東宇根のエリアに25区画の分譲地を販売しています。さあここからは分譲地についてしっかりと伺っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。東宇根の25区画やっておりまして、うん、位置的には、梅田まで、はい、自宅から、徒歩と電車乗って48分で行ける立地になります、う
近くには小学校、中学校、スーパーがあり、徒歩3分のところにはディスカウントスーパーも建設中です。実際こう桑原さんがあのお家を建てられて、まあ、住まれてみたいな話をさっき伺ったんですけど、吉永建設で建てて実際生活されてどうですか？とてもね、住みやすいとこで、私もあの東村のではなかったですけど、住んでるとこ、もともとはあの建てて20年経つんです。あのとても静かで、住環境は全く問題ないですし、とても住みやすいなと感想です。住みやすさも何よりも大事ですよね。さらにあのそこの設備がソライネネクストって言って兵庫県初なんですけど、大阪ガスとコラボしたものになって、太陽光とあの発電する給湯器エネファームっていうのが、お、聞いたことある、標準でついてます。あ、もう最初から最初からついてるんですか？ついてきます。兵庫県初、すごいですね。はい、ここまで吉永建設と分譲地についての良さをたっぷり知れたところで、気になるのはそのお値段。やっぱり何よりも気になるのがお値段なんですが、はい、お値段教えていただいてもいいですか？はい、土地建てセットで、おお。今回ご紹介したこだわりがたくさん詰まった男前ハウスを手掛けている吉永建設で販売中のこちらの分譲地、気になるのはそのお値段。お値段教えていただいてもいいですか？はい、土地建てセットで3230万円から、おー、ローン返済40年で月々6万円内でご購入いただけます。はい、月々6万円でいいんですか？6万円で、6万円台です。私うちの家賃より安いんですけど。嘘、早い方がいいですもんね。そうですね。そっか、6万円台でいけるんですか？6万円台でいけます。結構衝撃かもしれない。すごい、あ、ちょっと考えちゃいますね。また今回ご紹介した男前ハウスはこちらのお値段からご相談できます。気になった方はご覧の連絡先までお問い合わせください。のせ電が走るこの街、周りには生活を彩る素敵なお店がたくさんありました。今回は兵庫県川西市周辺を探索しました。次回はどの街を調査するのか、お楽しみに。